はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドまたやってきます。現在地は、ここ研究基地にいて、気球を飛ばして正気の谷に向かう。これでマグダラオスのね、痕跡を上空からないか探してみると、準備はもう済んでるし、そして、動画外で、リオレイヤーがクエストで発生してたんで、討伐。今、ハイメタの装備と一部、レイヤー装備が混じってて、で、スラークを、強いスラークを作ってみたっていう感じ。行きましょう。オッケー。さあ。じゃあ、あそこはどうですか？いい場所。見てください。このままじゃキャンプの設営は無理です。よし。これで無事キャンプを建てられますね。戦闘かと思ったら逃げちゃった。相棒。ドスギルオスを発見する。正気の谷を探索する。よし。なんもねえ。確実に何か出てきそうだ。そういえば、痕跡。なんかここは、ここか。なんだ？ラドバルキン？
倒すのかこいつ。狩猟しちゃおう、せっかくだし。あー、裏眼筋みたい。体から骨みたいのが吹っ飛んでる。青、でもそんなに硬くはないな。飛び乗れんのかなこいつ。おいおい、あ、これ切れ味、この武器結構切れ味いい感じ。あかん、死ぬ。これだ。わあ、こいつ攻撃範囲広いな。移動した。あいつちょっとほっとくか想像以上に強かった。今ちょっと探索がメインだから痕跡はあるけど。今ここ、上行ってみるか。ああ違う違う、稼ぎ？あ、っていうか任務探索の達成にラドバルキンを狩猟するになってる。倒さないとダメだ。トイドっか。そろそろ閃光弾とか落とし穴とかしびれ罠とか作ってはいるんだけど使ってないから常備させといた方がいいかな。てかあんまり小型モンスターがいない気がするんだけど。ここここは巣か。どっかに段差ないかな。ないな。痛い。飛び乗れそうな場所が。勢いつけていくっけないかな。いやー無理だな。頭があんまりダメージかかんない。後ろから攻撃しよう。ああ転がった。危ない。いや、せっかくスラーク乗り込むダメージが強いのに
乗れねえ上に。ケーンモード。あかーん。決してこのモンスターの攻撃力が弱いとかではなくて、そうだ、リオレイヤーの装備してるから。あ、何してんの何してんの間違った。V 破壊は一部進んだ。よし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 、硬っ、あ、硬っ、硬い。避けて、そっか、あの横の角みたいな部分か。尻尾切りて、おっしゃ。でこの隙に研いじゃう。研いだ。おっと倒れた。お供か。よし、横の角も割れた。よし、あれ、なんか攻撃パターンも完全に裏眼筋だな。吠えてからの顎ゴンゴン。あー危ない。逃げて逃げて、痛い、死ぬ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 。あ、どこどこどこ。おい、飲ませろ。あ、移動したか。さあ、尻尾はいただき移動。上戻ったか。あ、寝てない、起きてる。こいつ乗りたいな、なんとかして。こんな段差じゃ乗れないわな。乗れたー、素晴らしい。胴体に行け。セーフ、耐えた。さあ、刺して刺して、こんなゴツゴツした背中でもナイフ刺さるか。耐えて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 、倒れた。オラ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 、ドン。大丈夫かな。あんまり顎でガンガンやんないで。ここタックル。あ、そうだ、尻尾も切れてんだった。あー、入ってくるんかい。あ、ここでは死にたくない、ここでは死にたくない。あっぶねー、隊長。あ、最悪最悪。なんだろうこれ、体力1だけ残ってんのかな。
引き返してゴロゴロしてくるタイミングがなんかシビア。ダメかまだ。切れ味落ちてんな。研ぎたいんだけど研ぐ暇がねえ。おお、そんな攻撃。これ使おう。はい、これってモンスターに対しても回復与えてしまうのか分かんないんだよな。ちょっともったいないから回復しきろ。まだ疲れてないな。だいぶダメージ与えたけど、トイレから行こう。おお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 、なんだなんだなんだ、どんな動きしてんだ。いた、待って届かねえ。潜った。出てきた。いや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 、元気いっぱいだわ。うわ、硬っ。かわしてー、セーフ。よろめくわ。あ、尻尾あるし。よいしょ、ポカン。この硬い部分をぶっ壊したい。よし、頭入った。もうちょいだと思う。腹減ってんのかな。罠肉もあるんだけど何も持ってきてね。回復薬と肉しか持ってきてね。よし、あ、疲れてんね、ようやく。飯食ってくればよかった。何？そう、あの探索中でね現れるモンスターはね、立ち去るっていうのがあってね、ある程度ね、ある程度の時間内で倒せないと消えちゃうんで注意。これで消えたらシャレになんだよ。消えないでくれ、倒れてくれ。まだ転がるか。あ、戦闘状態になってなかった今。おお、何それ。
と大丈夫か。お、寝てるのかーい。待って、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。隊長、隊長起こしてくれ。寝てた。いやー硬いな、にしてももう疲れてるはずなんだけど。裏眼筋並みに元気がいい。よーし倒した。なんとか逃げなかった。で多分あ、いた、なんだ、ドスギルオスを発見するっていう任務もあるけど、絶対こいつより弱いぞ。ええ、探すか。いて、なんだお前、カンタロス。トイドいて、わ、また来てる。いや、どうしよう。もっと下ってみるか。いやー骨だらけ。これラドバルキンだね。ドスギルオスってのを探してるんだよ。こっち行ったらキャンプ戻っちゃうし、一周回ってきたのかこれ。あ、ん？キャンプ場にできそうなところあったかな。ん？お前もう一体いるんかーい。さすがにおかわりはいいわ。ただドスギルオスが見つかんない。どこだ。お、ここは正気が満ちているようです。え、吸い込むと体力が減ってしまいますよ。これは正気。ああ、触れないように気をつけて。触れるなって言ってもそこら中正気なんだけど。この辺にいそうだ。ドスギルオス麻痺だけ。あの奥にいるの違うかな。いや正気がすげえ。おわ、おった。お前と戦う気はない。一度休憩を入れましょう。研究基地に戻りませんか。そう、ちょっとその前にね、なんかいるんだよそこに。あ、待って、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あ、これはあれだ。あの、なんだっけ。ギルドカードかなんかのフレンドリストに載ってる人のお供が映るんだ。よし。じゃあ戻るか。
いろいろあるな。ちょっとこれだけ拾ってこう。はい、帰還。あなたはそりゃそうよね。あんたたち行ったら倒れていたし。あたしは一騎団のものよ。あん時は危なかったわね。もしかして私たちを助けてくれた本当にありがとうございました。無事でよかったわ。あんたたち5期団でしょ。うん。こんなところで何してるの。実は ゾラマクダラオスの痕跡か。探してみるよ。私はこの谷をずっと調べていてね、ようやくいろいろ分かってきたの。二人ともここでたくさんのものを見てきてちょうだい。次に会った時はあんたたちの意見を聞かせてほしいね。はい、わかりました。じゃあまた。ツインテールよりあの髪型の方がかっこいいな。いや、ツインテールかっこよさはないな。どちらかというと可愛さを要求する方なんだけど、こっちおっさんだからな。はい、どうも。もっと深い階層に行きましょう。深い階層行ったら正気あるよ。大丈夫よねってすんな。え、対策も何もないのか。準備をしてから被団長さんと話をしましょうか。はい、よし。ん、下に誰かが。どうも。ああ、そうそう、空飛べるようになってたんだけど、今その装備剥いでたんだよなお友達探検隊？へえ。やりましょう。そうこいつ、今こいつしかいないけど、 FI の音も。へえ。大蟻塚ルート A 派遣。大丈夫かなこいつら。めっちゃ荒っぽい。お供は旅に出ました。じゃあ今回こんなところで、次回も3期団の期団長と話す、そしてクエストもらう。はい、ご視聴ありがとうございました。